リンゴは皮と芯を取り、いちょう切りにします。砂糖をまぶして1時間ほど置いてください。かぼちゃは種とワタをスプーンで取り、ラップをして電子レンジで3分加熱します。4分蒸らして、さらに反対側の切り口が底になるようにひっくり返して3分温めます。ボウルに入れ、すりこぎで潰してください。砂糖をまぶしたリンゴは弱めの中火で5分程度煮詰めます。粗熱が取れたら、潰したかぼちゃと混ぜてください。麺棒で伸ばした冷凍パイシート2枚を6等分します。パイシート12枚のうち6枚は上にかぶせるので、縦に5、6箇所切り込みを入れてください。切り込みのない残りのパイシートの上にかぼちゃとリンゴの具を乗せます。切り込みを入れたパイシートで覆います。周囲をフォークで押さえつけ、スプーンで表面に卵黄を塗り、200度に温めたオーブンで20分焼けば完成です。ホットケーキに変身させてみましょう。混ぜ合わせたかぼちゃとりんごの具 50g、 卵1個、牛乳 100ml をボウルに入れ、泡立て器で混ぜます。ホットケーキミックス 200g を入れてさらに混ぜます。油をひいたフライパンにお玉1杯ずつ流し込み、弱火で焼いてください。表面がプツプツしてきたら、裏返して2分加熱します。蜂蜜をかけると美味しいです。